皆さんこんにちは、ミヤクルです。ということで、今回もマリオメーカー2やっていきたいと思います。ということで、はい、まずは、エイゲさんからですね。なら、1週間前ですね。結構前だったら。ミヤクルさん、YouTuber への挑戦状、ゴールを本気で隠したスピードランをしてくださいですね。はあ。ゴールを本気で隠した。マジか。てか、地味に、これじゃん。この衣装はあれだ。1位だっけ？なんか1位だなきゃいけないやつだ。これですね。1.19 低いな。結構低いな。やっていきましょうかね。1.19だけど。52秒。ゴール本気で隠した。ちょっと意外とむずいな。普通に待って。意外と1.1ってギリ1パーはあるけどみたいな感じ？え？ 3 段しなくていい。ゴールを本気で隠した。本気だもんね。本気でゴール隠したでしょ。ここじゃないか、こっち。あ、ここだな。ん？マス的にはここだな。ここですね。わかりました。多分ここです。多分ここの下だと思うんだけど、こっちじゃないと思う。だけど、この、ってことは P スイッチが必要だな。でも P がなきゃ絶対無理だから、そこを見ないといけないんで。まあ、P スイッチ探したらもうゴールできるかな。結論。土管は？入れる。ええー？あ、P スイッチあんじゃん。あったけど、ダメだな。ってことは、まあ、ちょっと一個一個やっていくんですけど、とりあえず、これは？あ、戻れないか。へえ。いや、ゴールは分かったよ。あ、ゴールは分かったけど、どうやって P を取るかだね。OK。さっき来ましたね。ちょっと帰ってみましょうか。どうなる？中間。え？ P のこのなんか跡があるけど。どういうことだろう。はい。まあちょっと待ってよ。ここでキノコを取ったでしょ。でも特に戻ることはできないよな。あ、来た。え、なにこれ。これ。これできるんじゃないの？これできるんじゃない？ PP 持ってきてよ。あ、いけるかも。これで、あ、でもいけないかも。え、待って待って。あれ？ほっ！あ、無理だ。え？これさ、P スイッチを、ポン。あ、来た来た来た。これで、いただきましょう。これで、ほいよ。ただ、ちょっと待って、時間がないな、あんま。よけ？来た？よしよし、いいよ。で、ほい、あー、待って、これ見せたくないな。よし。オッケー！ やった！おお！でもね、やっぱそこだよね。もう、まあなんか、ゴールを本気で隠したっていうのもそうだけど、普通に、謎解き要素のあるスピランかな？体感。うん。体感、なんか謎解き。さっきのとことか P どうやって持ってこうとかあったじゃん。だから画面をギリギリ右にしてやって、ブラックパックに出るとこでやって、あそこやらないと無理だったから取れなかったからみたいな感じでやるよね。おお、意外といけたな。意外といけたよ。てかもうゴール見つけるに関してはもういし、ほぼいし、すぐだったし、正直。やったわ。ナイス、ありがとうございます。面白かった。次、高井さんですね。三宅さん一発ネタ、ジャイアンの家に行ったら片付けを押し付けられたをやってほしいっすですね。何それ？ジャイアン。どういうこと？どういう再現？ジャイアン。待って、ジャイアン、なんかいっぱいあるんだよな。ジャイアンの家。ジャイアンの家に、片付けを入れてほしい。結構前のコースなのかな？ドラえもんシリーズね、めっちゃあるよね。アイテムの気持ちが違う。おもろいな。これだ。一発ネタ、ジャイアンの家に行ったら片付け押し付けられた。ジャイアンが来るの遅いと怒って、遅いと怒って襲いかかります。ブンブンがジャイアン。なるほどね。やっぱそうなんだ。やっぱブンブンがジャイアンっぽいですね。はい。やってみましょう。ジャイアンブンブンってなんか面白い。いいですね、発想が。さあ、やっていこう。どうかな。おお、だからこれがブンブンが襲いかかると。これがジャイアンがね。まあ、その、例え的にはもう作り話ですけど、OK。 ドカーンでゴール。
おお、すごいな。そう想像して、まあ、作った感じですよね。これが家でみたいな。すごい発想。ナイス、ありがとうございます。さあ次は引退、なんだこれ。引退ってこと？あ、分かんない。あー、この方、あ、よく来る方だ。絵文字の方、なんか結構難しいこと作るなって気がする、この方。僕の一発ネタをやってください。で、ID ですね。ID でくれる感じなんで、ちょっと、まあじゃあ ID で出れば確率なんですけど、まあちょっと、まあ 1% 以上っていうのはルールはあるんで、1% 切ってたらちょっともうパスですね。結構ね、この方、意外と難しいこと作る方ってのは知っているんですよね。さあやっていきましょう。一発マリオですね。あ、めっちゃ簡単だった。めっちゃ簡単じゃないわ。めっちゃ簡単って書いてあるの。めっちゃ簡単で落ちちゃったけど。まあ、クリアス 11% ですね。全然高い。11%。ん？なんだ？一発マリオ？どいて？さあやってこう。はぁ？取るの？え？ああ、わかったわかった。わかった。わかった。待ってよ。まあ、多分、いや、何個か、何個もないか。これは、しゃがみくるんで、くるんでいけるのかな？これ、あ、違う。しゃがみくるんでジャンプ、ちょっと待って、わかんない。あ、取れないの？あれ？ここに特にコインが埋まってるわけないもんね。ってことは、このコイン取らなきゃいけないんで。え、どう取るのこれ。え？隠し？隠し？ワンチャン隠し？ちょっと待ってよ。1秒？え、おかしくない？ 1 秒ならって。は？え、なになに？え、このコイン取るのは偽じゃないの？このコインをさ、取れっての多分、偽で、実はこのコイン取るではないよ、みたいな。偽コースみたいな。違う？じゃなかったらむずいだろ。だってほら、取れないもん。え、無理じゃね？ちょっと待って。いくよ。ね、これ、むずいんだよ、かじり。あ、無理無理無理。え、無理だよ、え？それとも、これ、いけないの？いけないけど。一回出ていい？コース。一回出て見てみましょう、ちょっと。全体を。さて、ね、出ましたよ。どうこう。え、なんか、特にないの。コメント。ナイスアイデア。11% っておかしくない？何これ、なんで 11% なの？でも、この人、クリアチェックタイム7秒だ。あ、でも、この方のクリアチェックタイムが7秒ってことは、多分、いけるんだ。おそらく。今の言ったやり方で。ただ、それが難しいんだよな。よいしょ。いけるかな？ちょっと待ってね。取れないな。今、多分分かったけど、ジャンプくるんじゃない？あ、こうだ！なんだ、そうだ、しゃがみしちゃったら当たりなんてちっちゃくなっちゃうじゃん。だから、ジャンプくるりんだね。あ、ジャンプ、しゃがまないで普通のジャンプしてくるりん。サマスいけるか、ね、うん。それでいけたね。オッケー、簡単でした。難しく考えすぎちゃった話です。はい。次、サクヤさんですね。ミヤクレマリメ実況者は、クリアできるかなの、クリア連打法、ん？クリア方法連打。あ、コース名ってこと？どういうこと？コース名？マコサル。あ、そうだね。クリアできるかならクリア方法は連打。あ、だから多分、前にやったこのコースだね。このコース、マリメ実況者できるかなのクリア方法は連打ってこと？あ、そういうこと？連打？やっぱ連打だろ。かなり難しい。ほんと。え、これのクリア方法が連打ってこと？これのこと？違う？じゃあちょっとやってみましょう。やってみましょうというか。でも 4% になってますね。前なんかもうちょっとクリア率低かった記憶あるんですけど、4% にまで上がってるんで、はい。エレンドでもいけないですよ。ちょ、そうそう、これのこと言ってんのかわからないんだけど、どうなんだろう。いけたー。いけたー。これのことかな？多分、そうだよね。そうだよね。いけました。ありがとうございます。オッケー、ナイス。連打しまくればよかったってことか。はい。ってことで、今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。